放射性物質に関するニュースが3つほどありますの、ね、でご紹介してます、はい、きますと、まずは、福島市の農家が生産した米から国の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことが分かりました。福島県によりますと、検出された放射性セシウムは1キログラムあたり630ベクレルで、暫定規制値が500ベクレルですから、これを上回っています。はい 出荷前で市場には流通していないということですが、県は生産地の福島市大波地区で収穫された米の出荷自粛を要請しました。福島第一原子力発電所の事故の後、米から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたというのは初めてです。はい、はい。次ですが、東日本大震災の瓦礫の処理をめぐって 環境省は放射性セシウムの濃度が1キログラムあたり100ベクレル以下なら被爆の問題は生じないとする案をまとめました、はい、これは被災地以外の自治体でがれきを処理する場合のガイドラインの改定案として環境省が有識者による検討会に示したものです岩手県と宮城県のがれきの受け入れは東京都などを除いて進んでおらず一部の自治体は 放射性物質が検出されないことを条件としています。環境省がまとめたガイドラインの改定案は、瓦礫に含まれる放射性セシウムの濃度が1キログラムあたり100ベクレル以下であれば、処理の受け入れや運搬の過程で被爆の問題は生じないというふうに強調しています。この100ベクレル以下という数値は、IAEA、e、国際原子力機関の目安を参考に国が定めた基準で、 環境省は今週中にも各都道府県に通知する方針ですこれでも教えてほしいんですけどね、はい、1>, 1キロあたり100ベクレル以下は問題ないって言うんでしょ、はい、でも1キロだけの がれきがやってくるわけじゃなく何トン何百トン何万トンとかす,すごい量でしょそ,うで、ね、その量をかけて考えないと住民に対する被害って出てこうへんのちゃいますな、ね、結局総量で見てどれぐらい含まれてるのかっていうのがわからないといけないわけですから、うん、でそれを何年やり続けなあかんのですかそれもちょっとここのニュースの段階ではまだ情報として入っていない分析、ね、の問題もあるし、はい、どうなんやろうか今日はあの小出先生あれですけど 明日ご出演なので、はい、これはぜひとも種まきジャーナルとして聞いてもらいたいですね、うん、明日そうですね、えー、一体どの程度の総量になるのかというのもすごく大切なことだと思いますしまあ、あとはルートはどうするのかとかですね,ですねいろいろ細かい情報は必要になってくる処理した後どう、はいどうするのかとかね話ではあるかとは思うんですが明日小泉先生に千葉さんに聞いてもらいましょうはい、はい そしてもう一つなんですけども、福島第一原子力発電所の事故で大気中に放出された放射性物質は、およそ10日で地球を一周しまして、半分以上が海に落下したとするシミュレーション結果を、気象庁気象研究所などの研究チームがまとめました。シミュレーションによると、大気中に放出された放射性物質は、偏西風や低気圧の渦に乗って、 太平洋を北回りに広がって、3月24日頃にはほぼ地球を一周したというふうに見られます。放射性物質は、はい、はい。大気によって運ばれるうちに雨で落下して、特に放射性セシウムは4月までに70%から80%が海に落ちて、陸地に降った放射性セシウムは3割程度と見られるということです。気象研究所では、 福島第一原発は日本の東の端にありまして、3月から4月は偏西風が吹いているため、陸地に落ちる量が少なめで済んだ。しかし海洋、海の部分は、まあその分汚染されたはずだと。えー いうふうにしています。ウルタネマジャーナルを三月十一日以降毎日聞いてくださってる方だったら、はい。そんなもうずーっと何ヶ月も前に小泉先生の口から聞いたことやわとおっしゃるでしょうね。うん、そうでしょうね。もう何ヶ月も前私たちはこの話を小泉先生に聞いて愕然としてきたわけですけど、今頃発表するんだ。はい。まあこのシミュレーション結果が、はい、この反。 年ですかかけて作られてきたものなのかいつからこれ出してきたものなのかそれもっと早くできなかったのかいろいろ思うところはあるんですがデータで計算をするとそういうことになるということをこの気象庁のチームがまとめたということが今出てきましたというニュースです。はいはい